どうせ人生生きてんやったら何かビッグになりたいなとか思いますやん、はい、思いますね。で大学になってたらさ、もうあの同期のコーラも高校野球で優勝してるとかさ、まあアイドルグループでしたら、今でしたら何ですか、嵐とか AKB とかいろいろありますけど、はい、同期でも結構活躍してるコーラいるわけじゃないですか。いますね。ってなってくると自分の人生ってなかなかうだつ上がってないなっていうね、なんていうかこの焦りみたいなのもありましてね。で将来どうしよう、ミュージシャンになろう思ったんですけど、その夢も破れたし、まあ就職迫ってきたし、まあ音楽とかやってたし、音楽の演奏できるライブハウスでもできたらいないようなことで、飲食チェーンのね会社に就職させていただくんですよ。でそこでまあ店長を目指して頑張るんですけどね、店舗を言ってましたよね、同じような感じかもしれませんけど。でそこで身を粉にして働くんですけど、やっぱりうだつが上がらない自分に気がつくんですよね。で、まあ、3年ぐらい経って店長になりまして、そしてまあ6年ぐらいまでね、お店を切り盛りして利益出したりやれ、壺当たり貢献利益高がどうだとか、人事生産性がどうだみたいな話で、来客数と客単価をどのように上げていくかみたいな、まあ、会議したり何したりしてたんですけど、とか思って、これって俺の人生みたいな、なんかちょっと違うなぁいう時に、自己啓発のねカーネギーとかの本に出会いましてね、でナポレオンヒルさんの思考は実現化するいう本を読みましてね、人生は思った通り考えた通りになると、で大切なのは決断だと、決断っていうのは決めて断ち切ることだと、こうなると決めて断ち切ることだと思いまして、でその場で結構僕頑張って仕事してたんですけど、上司からもそのお店のスタッフからも人望もあって頑張ってやってたにもかかわらず、いきなり辞めたいんですけどみたいな話になりまして、転職するわけですね。でその転職をしてフルコミッションセールスの世界に入るんですけど、これがまた売れない、でもう全く売れずに朝から晩まで飛び込み訪問で冷や汗油汗の毎日を過ごすんですけどね、でもういつしか夜も寝れなくなりまして、まあそんな時にもやっぱり救われたのが、それも変な話ね、紅白歌合戦見とったらね、はい、この話長なるんですから端折るんですけど、はい、紅白歌合戦見とったらある気づきがありまして、はい、でそこであなるほどと、人生は成功者になる前に成功者のふりしとったらもしかしたら開けていくかもしれないと思って、もともとミュージシャンになりたかったから紅白とか見てすげえな思って、この人らめっちゃ歌うまいやんけと、完璧やな思って、パッとトイレ行ったらトイレで行く鏡に死神映っとったんですよ。その死神何かな思ってよく見たら自分の顔やったんですね。もう目の下クマできてね、もううだつ上がらない、もう期待に線入った顔してね、こんな顔の人間が売れるわけないと思って、でやっぱり態度や表情が大事やと思って、そう当時北島三郎さんや細川たかしさん出てたんですけど、そのモノマネをしながら、こんにちは北島三郎ですなんて言いながら飛び込み訪問のモノマネをね、成功者ごっこ、成功するまでにできるまでできるふりをしろというね、Fake it until you make it っていう英語のことわざがあるんですけど、それを実際やってみようと思いまして、成功者ごっこを始めたところらへんからちょっと気持ちが明るくなり、態度が明るくなりで、だんだんとね、一人前というか人並みには生きていけるようになるぐらいまで復活するんですけど、でその時の体験談がすごくね、一回どん底まで落ちましたから、そこから這い上がっていったその体験談がね、今度ダメセールス人気ということで書籍で発売されるんですけどね、そういったことで人を勇気づけられることに気づきましてね、で講演してくれとか売り方教えてくださいとかそういう話も来まして、でそこで喋ってるうちに講演させてもらってみんなが笑顔になって勇気づけられるっていいななんて思いつつ、まっすぐですね、と同時にもっといろんな人の話聞きたいな、もっといろんな人から学びたいないうことで対談を始めるんですね。でその対談でも CD が77枚目ぐらいになりますけど、それがみんながやっぱりおっしゃるのが、成功の秘訣はね、夢をこう明確にすることとか、悪口言わない、文句言わないとか、人褒めるとか、いろいろあるじゃないですか。その中で印象的だったのが、感謝をするっていうのはね、今の私があるのは感謝の気持ちを持てたからですっていう話がよく聞かれましたね。でこの感謝の気持ちいうことについて初めはよく分からなかったんだけど、いろいろ研究してると、ああなるほどと、ありがとうって思うことなんや、ワクワクと一緒でね、感謝感激感動感銘って感じるって書くわけじゃないですか。うわめっちゃ嬉しい、ありがとうって思うことがこれ感謝なのであって、別にお礼状出すことでも手土産持っていくことでもなかったんやと、うわ嬉しい最高ありがとうって思うことが感謝やったんやと、この感性を磨き続けることが大事なんやと、でご機嫌であれば全てがうまくいくと、明るいところに全て集まってくると、太陽系も銀河系もみんな明るいところに集まってるじゃないですか。
虫でも明るいとこ飛んでいくんですから、人も物もアイデアも情報もお金も全部明るいとこに集まっていくねやと思った時に、じゃあどうやったら明るいねんって考えたら、夢を持つ、ワクワクしてるということと、日々感謝してる、ご機嫌でいる、ありがたいなと思ってる、今置かれてる状況や物事に 100% 感謝してる、このワクワクとありがとうがぶつかった時にハレーションを起こしてご機嫌になると、ご機嫌でいられると、あ、これご機嫌の法則使って、ご機嫌であれば全てがうまくいくという法則を使って、一人でも多くの方に夢を叶えていただいたり成功していただいたりできるんじゃなかろうかということでひらめいて、よし、まずみんなに夢を持ってもらおう、そういうセミナーを始めたり、まずみんなに感謝の気持ちを掴んでもらおうと思って、何でも目についたものにありがとうを言っていこうというありがとうカウンターを開発したりして、で今に至るという経歴ですね。ああ、はい、結構行きましたね。行きましたよ、6分も喋りましたよ。経歴が聞きたいとおっしゃっていただいたんで、はい、このプロジェクトは 10年ぐらい、このプロジェクトはね、サンキュープロジェクトって言って、あ、去年から、去年39歳、はい、なんかせなあかんと、せっかくの39歳、日本全国、日本中をありがとうでいっぱいにしたれと、あ、まあ、よくば世界もありがとうでいっぱいにして、はい、全ての問題の原因はね、戦争とか社会問題とか貧困とかいっぱいあるじゃないですか、はい、全ての問題の原因はこれは心の中にある不満足感なんですよ。不満足感っていうのは何か言ったら感謝の気持ちの欠如なんですね。ありがたいとこに目を向いてるんじゃなくて、満たされてないとこに目を向けてしまってるということですね。恐れ、焦り、怒り、罪悪感、嫉妬心、こういった感情に見舞われるのはやっぱり感謝の気持ちの欠如なんですね。ですからありがとうだらけにしていけば、はい、俺の人生ありがとうだらけやんけと、はい、心臓も動いてるし、目も見えてるし、手も動いてるし、ガソリンも入ってるぞ、車も動いてるやんけと、おまけに誰か話聞いてくれてるぞと、めっちゃありがたいやんけと、はい、こういうことに気づいていけば、ご機嫌になるんですよ。で、全ての問題の原因は心の中にある不満足感だから、逆に心の中に満足感をいっぱいにしていけば物事は全てうまくいくと。だって戦争とか貧困とか言いますけど、自分もまだ満たされてないと思うから人のもん奪ってでも幸せになろうとするわけじゃないですか。自分がもう満たされてる思ったら、あ、別にいいですよって言えるんじゃないですか。そういうことでやっぱり朝からご機嫌にね暮らすと、今日も晴れててめっちゃいい天気じゃないですか、晴れてていい天気で空気も美味しいと、こんなとこ高速道路で対談収録までしながら、これめっちゃうまいぞ、辛いかとか後であげますけど、こんな食べながらね、最高に幸せじゃないですか、はい、さあここで一発核ミサイル落としとけへんみたいな発想になれへんでしょ。やっぱりどっかに恐れや焦りや不安が充満して、そういう問題行動を起こすんですから、だからこのありがとう、世の中ね、日本中ありがとうでいっぱいにして、世界中ありがとうでいっぱいにすることに成功すれば、僕は世界平和につながると真剣に信じてて、この活動を英語でね、またスピーチして世界中の大学とか回ろうと思ってるんですけど、そういうことをしていくうちにノーベル平和賞を受賞できるん違うかなと思ってましたね。ああ、まあ、そういうことを夢に抱いてね、胸に抱いてね、今頑張ってやってるんですよ、はい、こんな感じですよ。ああ、最初はどういう、あ、でも去年ですよね。でも10年間こういうようなことをされてきたんですよね。29、30ぐらい、30ですね。うん、最初その汗、油汗とか冷や汗とか書いてた頃ってどういうことされてるんですか？その飛び込みセールスね。セールス、ピンポン押して失礼します、はい、丸々保険会社の内田と申しますけれども、今現在入院保険にはお入りですよねみたいな、いやもう保険なんか入ってるから別にええよ、うちは、いや、ちょっとお待ちくださいと、今もしかして1日入院したらいくらというような日額タイプの保険には、いやいやもううち入ってるからええって、いや実はこれは全く新しく開発されました素晴らしい保険がございましてみたいな、いやもう結構ですみたいな、これの連続ですよ。それが何年、いやこれね、それでセールスは大変やったんですよ。売れない時期がね、やっぱりやり始めてから半年近く続きましたね。毎日ですからね、毎日100件ぐらい飛び込み行きますからね、はい、ちょっと盛り上がったら、まあ、30件40件で終わりますけど、会話が続けばね、はい、会話が続かないので100件ぐらい行きますからね、缶コーヒーも飲まず休憩もせずひたすら飛び込む、その辺歩いてる人にも失礼します、あ、これで飛び込むわけですよ。で、電柱登ってる人にもすいません何時ぐらい終わられますみたいな、その頃ちょっとまた聞いてほしい話あるんで来ますわとか、冷や汗、油汗です。なんでそのお店切り盛りしてた後にそれが入ったんですか？
これはだから書いてあったんですよ、その思考は実現化するいう本にね、はい、夢は叶うと決断すると決めて断ち切ると自分はどうなりたいか考えた場合に僕は自由になりたかったんですよ、はい、時間的な自由、経済的な自由、それから体の健康、その時に僕は毎日のように働いてですね、いつしか僕のベッドは椅子が2個、店のソファーですよ、ソファーとか椅子とかで寝てまして、で気がついたら朝から晩まで仕事、土日もなしで、土日あるんですけど一応また来て店のことやってるわけですよ。で子供の運動会行ってもね、朝まで働いてますから、もうじりじりと焦げつくんですよ。今ポカポカ太陽気持ちいいなとか思ってますけど、水商売なんかでね、夜働いてましてね、朝帰りばっかり続きますとね、子供の運動会行ってもじりじり焦げそうになるんですよ。一睡もしてへんのに並ばないかんのかみたいな、そういうのでね、やっぱりこれはちょっと自分で何とかしないといけないなと。お金のためではないと言いながら、お金のために朝から晩まで這いずり回ってる人たちがいるって書いてあったんですよ。僕まさにそれやな思って、これロバート清崎さんの金持ち父さん貧乏父さんいう本を読んだ時に、俺めっちゃ貧乏父さんやんけ思って。最近その本を読みましたか？読んでないです。あ、知りました。昔からあるんですよあの本、はい、それでベストセラーだったんですけどね、はい、で僕それ読んだ時に、僕は飲食業サービス業ですから、はい、お金のためにやってたんじゃなくてお客様の笑顔が見たくてやってたんですよと人々には言いながら、実はお金を稼ぐために休みも取らず朝から晩まで駆けずり回っとったわけですわ。でお金のためではないなんて言いながら朝から晩までお金のために這いずり回ってる人がいるっていう一文を読んだ時に、はい、お、俺やとこれはあかんと。でどうしたらいいねんって言ったら、成功者はパラシュートが開くかどうかを確認する前に飛び降りている人だって書いてあって、やっぱりこれパラシュート開くんかな、もしかしたら開けんのちゃうかな、どうしようかなって調べているうちに飛び降りる機会をなくしてしまうと。まあ成功者というのはそういうことを考えずにまず一歩踏み出す、まずやってから考えることができる人だというふうに書いてあって、ああ俺そうならなあかんなと思って、闇雲に、じゃあ俺はどうなりたいね、自由になりたい、どうしたいねって言ったら、経営者とかって自由そうだったので、経営者とかいいなとか、それから講演家とかなんか全国回ってていいなとか、なんか自分の中でイメージができて、あ、本とか書いてベストセラー作家になったら好きな時に仕事できんなと、ならこういう風な立場を手に入れようと思って、それには今の職場でずっとやってるよりは何かフルコミッションの世界に向いて、まずはたくさん稼ごうと、で佐川急便さん行こうか、それからまあフルコミッションのねセールスマンになろうか、いろいろ考えましてね、でたまたまお声のかかった保険のね外資系の保険会社にそのセールスのねフルコミッションセールスの世界に、ね、入れていただくことになったんですよ。これきっかけ、やってもうたって感じですねやってもうたやってもうた、それが2年、3年、そうですね、これは3年ぐらい続けまして、でそこから何のために保険に入っていただくのかということをよく深く考えると、そのお客さんが朝から晩までこんな保険あったらいいのにな、こんな保険あったらいいのになっていうことを言って、いつも保険のパンフレット見てニヤニヤしながら寝てるわけではないということに気づいたその方々は一体何を望んでるのかって言ったら、安心したいとか、あとは幸せな人生を送りたいとか、あと事業主であれば会社の規模を大きくしたいとか、成功したいとか、そういうことを考えて日々頑張ってはんねやと。その中でリスクヘッジとして保険を選んでくれてんねやと。だからそのお客さんっていうのは朝から晩まで考えてることは保険ではなくて、そのもっと先の夢を叶えたいとか成功したいとか幸せでありたいとか、そういうことやなんやなと思って、そこを応援せん限りは真のライフパートナーにはなれへんなと思ったんですよ。で保険の説明だけしてこれで安心ですよ言うて、帰ってきて終わりやったらお客さんとのつながりそれだけじゃないですか。で何かあったら死んだら払いますとか火事になったら払いますって、死んだり火事になったりせなあわれへんって寂しいないですか。せっかくね未来のこと話し合ってるのに、もっと夢のある話しようよと思って、夢を叶える保険いうのを自分に提唱したんですよ。でお客さんのとこ行って徹底的に夢を叶えるいう話をするようにしてたら、ご紹介がどんどん出てきましてね。で今夢を叶える保険の会社を独立しまして、で CD 作ったり、その対談したり、またメルマガしたりセミナーしたり、で今度夢かなステーションっていうのを作りまして、ラジオ番組そこで配信したり、そこで夢を叶えるのに必要ないろんな金融だけじゃなくてね、保険以外にも不動産とか、それからまた成功哲学とか能力開発とか、そういった要素も入れて、お客様の夢を叶える夢かなステーション、これを全国展開しようと思って今動いてるわけですよ。どんどん発展してきてるわけですね。そこからでもあるんですね。そうですそうです。その3年が終わった、そこで1回終わったんですね、保険っていうのは。
そうですね、